15番のウォールフラムが最後に促されたゲートへと近づきます15番ゲートウォールフラムが収まりました体制完了スタートしましたポーンとまずは8番ボールドジャパン9番カレンビットリア5枠両頭いいスタートを切りましたしかし内から各馬接近して内から3番のダンスウルクレールさらには5番のスリーアルペン2頭が抜けていきましたリードを1バシ半取ります3番手には6番レッドラビータ ハンバシン内2番のルファルシオンが4番手、外には4番、ワールドマッチが並んで、さらには8番、ボールドジャパン、その外から11番、白湯ドルフィンかわし上がっていきました、その後ろには7番、ジェニファー、内から1番のライトニングロワー,ー、2頭の務めに9番のカレン・ビットリア、下がりました。 あとは2馬身差、内から10番のメフィスト・ワルツ13番、カバーストーリーが並んであとは1馬審差14番、スカイノ・フーサンさらに15番のウォルフラム内からは12番のダイシン・ロイト3頭が固まって外回りの第3コーナーを回っていきます内から3番、ダンス・ルクレールが花に立ちまして1馬身のリード2番手には5番のスリーアルペン半馬身、外3番手6番のレッド・ラビータ34コーナー中間800を通過その後は1馬審差 外目からじわっじわっと11番の白湯ドルフィンが4番手に上がりました内には2番のルーフ・ァルシオンさらには8番ボールドジャパンの追走。外には4番 ワールドマッチそして9番のカレン・ビットリアとこの辺りは固まってきましたその後ろから1番のライトニングロワーの追走7番ジェニファー直線構成と入りました3番ダンス・ルクレール先頭ですがリードは2バシンぐらい。それを追って2番手には6番のレッド・ラビーター内からは2番のルーフ・アルシオンさらには4番ワールドマッチその外目から大外から13番のカバーストーリーと9番のカレン・ビットリア連れて追い込んでくるあと200を切って先頭一気に13番カバーストーリーそして 9番のカレン・ビットリアが2番手その内からは6番のレッド・ラビータ3番手先頭は13番カバー・ソーリー2馬身のリードカバー・ソーリーゴールイン2番手9番カレン・ビットリア3番手が6番のレッド・ラビータです